はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病という生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日の通院のお話の続きなんですけども、今日はメインの内科でございます。そのメインであるその、ね、白血病の血液内科なので、メインって言い方もおかしいんですけども、がん科と、ね、歯科っていうのはどっちもこの白血病から、ね、始まったことなので、まあいいんですけども、ほんであれですよ、その内科なので、もう体の本当に白血病の話になるんですけども、その血液検査ですよ、ね、血液検査ね、今回の血液検査の結果はですね、結果的に言うと、すごい良好でした。先生からもね、初めて褒められたんちゃうかなーっていう、ね、感じですね。でもしかし、間髪入れずに、でもまだまだその基準値以上やから気をつけてねってこうね、言われました。今までもね、下がりに下がったんですけども、今回のね、下がり方の様子がね、ちょっと違ったんですよ。例えばね、今までやったらこの数値がですよ、3から5の幅でね、下がったとしたら、今回はね、その15から20っていうね、幅のね、下がり方やったんでね、実に3倍ですよ。3倍の変化がありました。3から5、5から20っていう、5じゃ15から20っていう感じのこの幅、こっちの方が分かりやすいかな。3から5、15から20ってこういう感じでね、下げ幅、こんだけがガランと下がってる感じなんで、今回の下げ幅は僕的にはすごいなとはね、思ったんですけどもね、今までと比べたらすごい異例なんですよ。で先生にね、これどんな食事をしているのってこう聞かれたのでね、野菜中心の生活ですと、砂糖も塩もマヨネーズもね、ソースといった調味料は使ってませんと。先生はね、野菜はどんな調理法？茹でるだけで、蒸すだけで、味付けはしてません。素材の味を感じてます。お肉も食べてますけど、茹でるだけ、蒸すだけ、焼くだけで、タレはつけてません。それは続けなさい。はい。ほぼほぼ毎日と言っていいほど、ほとんどね、スムージーにして食べてますけどね。噛んでないの？噛めないの？いや、そういうわけじゃないんですけど、歯にめっちゃ詰まるんで嫌なんですよ。で虫歯で詰めたものがね、全部取れたしね、野菜とかその肉の繊維がね、めっちゃ詰まるんですわ。だからほぼほぼ毎日スムージーです。こんなね、その先生の横についてる、ね、初期の人はこういう会話、先生と僕の会話をね、初期をしてくれてる人がいてるんですけども、その人がね、その味付けをせず素材の味っていうところからね、目をね丸々させてね、僕のその食生活をね聞いてたんですよ。でもほとんどね、この先生の内科に来るまではですね、その来る前にですよ、LTF ユダヤでね、話したことをね、毎回もう一度同じ内容をね、話すことになってるんですけども、初めて聞かされた初期の人はですね、女子力高い食生活をしているこの男が珍しかったんでしょうね。で、そのおかげでね、悪玉コレステロールと中性脂肪の数値がね、下げ幅がですよ、今まで以上やったからね、結果的に良かったと言えるでしょうと思ってます。免疫製剤を使っているとですね、最近はマシになってきてますけども、その肝臓や腎臓にね、影響が出てくるので、その辺に関してもね、やっぱりその食生活というんですか、それがね、関係してくるようです。先生からもね、続けなさいってね、言われていたので、引き続きやっていきます。退院した頃はですね、体重は増やした方がいいと言われててですね、粘膜障害と味覚障害に悩みながら、食べれるものをね、たくさん食べてました。味覚がはっきりと分かる甘いものをね中心にね、甘いコーヒー、甘い紅茶、ロールケーキ、いちごのクリームがたっぷり入ったふわふわの菓子パンとかね、あとじゃがバターとかさつまいもとか、ラーメンもスープまで飲んでたしね、お味噌汁もですよ、全部飲んでました。味が濃い方がね、食べやすかったので、マヨネーズ、ケチャップ、ソース、そんなんもね、とりあえず体を作るためにですね、生きていくためにですよ、惜しまず食べてました。などなどね、そういうふうに当時はね、全く違った、味覚障害、粘膜障害とね、種類だったので、味がわかるものを食べても、口の中は全然痛くなかったんですよ。そう知ったらですよ、みるみるうちにね、体重が増えていってくれて、体が丈夫になってきてると思ってたら、この血液検査の、ね、数値に問題が発生してきて、えらい怒られましたね。体重をね、増やしちゃう方がいいって言われてたから、たくさん食べたんですけども、まあ、そういう意味じゃなかったようですね。まあ、今となってはですよ、考えられへんですけどね、今は何の味付けもいりません。料理の差し捨てそうもね、使ってません。お出汁も使わない。ね、まあ、普通の人からしたら信じられへんぐらい薄味ですけど、素材の味をね、感じることにね、喜びを感じております。そんな感じでね、先生に続けなさいと言われているので、これからもね、続けていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。